食べるノート第28話、眠らない街の眠れない若者のため深夜営業の店に並ぶ無数の穴。眠れない夜だってあるさ。思春期、漠然と将来や人生に対する不安に苛まれ、床についても寝つけない。はたまた昼寝をしすぎたか、仕方がないので深夜のラジオの深夜放送に耳を傾ける。しかし日曜日はそれもやってない。自分以外は生息すらしていないかのような孤独感。郊外の線路を眺め、時折通る貨物列車を待ち続けた。ネットも SNS もない時代の話。そんなある日、僕の住んでる小さな町に24時間営業のドーナツ屋ができた。ドーナツは男性なのだと言い張るような店名。コンビニもない時代、誰が夜中にドーナツ一つ買いに来るのか。しかし眠れない夜でもあそこに行けばドーナツを買うことができる。バイトのお兄さんと言葉を交わすことができるんだと思うと心強かった。中学生の僕がお小遣いで買える値段ではなかったので表から眺めることしかできなかったが、一口にドーナツと言ってもあんなに種類があるのに驚いた。いつか大人になったらあの棚の端から端まで食ってやろう。実はそのドーナツ屋の隣に恰幅のいいひげの外国人の人形が店先に立つ唐揚げ屋もできていた。今でいうミスドにケンタが並んだありふれた駅前の光景だが、半世紀前には衝撃的アメリカンな景色だったのだ。そのケンタにうちの母親がすっかりハマった。チキン3個とパンとサラダとポテトが箱に入ったディナーというセットの虜になった。僕はどちらかというとコールスローという学校の飼育係を思い出す見た目のサラダをうまいと思い好んで食べた。88歳になった母親は、私は今2個しか食えんことになったと言いながら未だにひげ人形の店に通っている。話をドーナツに戻そう。今でもドーナツは好きだ。いや、今の方が好きだ。おからで作る系や並んでると1個くれる系など数多のチェーンが存在したが、今最も僕を夢中にさせているのが北海道発祥のドーナツ屋。最寄りの駅前に小さな店舗を構えている。東京にはここ1店舗だけなのであまり評判になっては困る。ただでさえ4時前には売り切れているのだ。ふわふわでもちもち、いかん。ここに書いたせいでどこかに移転しないだろうかと考えたら夜も眠れない。ということで今回もここ東京タワーじゃないですよ、エッフェル塔の前からお送りいたしました、食べるノートのしゃべるノートでございます。今回ドーナツの話でしたけども、こちらね、懐かしのヌガーというお菓子ですね。昔一時期流行ったんですけどもね、日本では定着しなかったヌガーというお菓子をいただいたので、それを、食べたいと思います。はい、これパリにはよくあるんですね。パリにはよくあるんですね。はい、いただきます。うん、これね、不用意に噛むと歯の詰め物が取れるんです。海外よくあるあるです。どうも